おい、ゲンジ、俺とコラボしろ。はい、です。今回ですけども、今回の方はね、ちょっとね、動画のね、冒頭、お父さんだって思ったかもしれないですけど、今回は、あるね、YouTuber さんに、まあ、布告というか、提案というかね、そんな感じのね、宣戦布告動画みたいな感じになってるんですけど、ちょっと、面白いこと思いつきましたよ。僕がやってる今、この系統はファッションなんですけど、ファッションの系統で一番登録者かな、を持ってる YouTuber っていうのが、ゲンジさんなんですよ。多分、ゲンジさんなんですよ。80何万人ぐらいかな、登録者に、ゲンジさんは。で、そのトップに、僕は、今から噛みつきに行きます。ゲンジさんね、僕のことを知ってるか知らないかは分かんないですけど、僕の動画ね、どっかで YouTube の同じ業界のね、分析するときに僕の動画ね、見たことある可能性もあると思います。もしかしたらね、僕もね、ある程度再生数もらってるから、そこでね、一つ提案させてもらいます。僕とゲンジさんのファッションってめちゃくちゃ系統違いますよね。そこで僕とゲンジさんがコラボして街中に出て、街中の人たちにどっちが好みかとか、どっちがおしゃれかとか、どっちがいいかっていうのを検証する企画をちょっと一緒に撮りませんかというお誘いです。布告です。宣戦布告です。はい、まあね、このね、動画をね、多分見ると思います。多分というか、まあほぼ 99% ぐらい見ることになると思います。なんでこの動画を見たら、ゲンジさんのYouTube の動画で返信してくれてもいいし、僕のね、インスタの DM とか Twitter の DM とかで返信してくれても構わないんで、それがね、この動画のコメントにね、返信してもらっても構わないんで、受けるか受けないかぜひ返答を待ってます。まあね、このね、まあファッションチャンネルで、まあ、トップのゲンジさんがね、まあこのね、誘いに乗ってくるでしょう。エンタメとしても面白いからね。まあ僕はね、最近始めたばっかなんですけど、最近始めてグワーって今注目をね、どんどん浴びてます。破竹の勢いで今かなりの人の目にね、止まってると思います。僕もでね、ゲンジさんは前からやってて、そのね、僕とゲンジさんここでね、対戦というかやりたいなと思ってるんで、ぜひ返答を待ってます。ということで、よろしくお願いします。はい、ということでね、まあちょっとね、視聴者さんね、びっくりさせちゃったかなと思うんですけど、まあ面白いよね、こういう提案。よくない？さっきも言ったけど、僕とゲンジさんって、系統とかも全然違うし、ゲンジさんは前からやってる方で、僕はね、最近始めたっていう、その若手とレジェンドで、ちょっとね、対決するということでね。まあね、ファッションの系統とかも全く違うからさ。だからね、それ、今の令和っていう時代で、どっちが街中でいいって言われるか、気になりませんか？これ面白くない？こういう企画待ってたでしょ？これだと思って、急遽ね、撮ってるんですけど、いろいろ僕もね、撮影のスケジュール立ってたんですけど、なんかいきなりもう降ってきて、あ、これだわと思って、ちょっと今ね、撮ってるんですけど、まあね、この企画ができるかできないかは、ゲンジさん次第ですね。なんでね、みんなこの動画見たかったら、ゲンジさんにね、この動画を切り抜くなり、なんだかして、届けてほしいなって思います。これがね、成立したらなかなか面白いんじゃないでしょうか。多分ね、僕以外の方がやっても、多分あんま盛り上がらないと思うんですよ。多分僕がやることによって、僕のチャンネルのそのコメントとかの状況で見て、その中で、その僕とゲンジさんがやることで意味があるかなっていう、一番盛り上がるんじゃないかなっていうふうに思うんで、ぜひ、ゲンジさん待ってます。以上、ありがとうございました。